ードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本真子とレンでお送りいたします。はい、今日はねちょっと2人でお送りしたいと思います。はい、はい、早速ですが、ちゃんと動いてますよね。動いてますね。あ、動いてますね。はい、早速ですが、はい、なんかあの映画をなんか作るっていうことをなんかこの間ちらっと映画ですね、はい、お話をしてたと思うんですけども、はい、うん、あの今年の2月に、はい、なんか急に映画が作りたくなりまして、題材を何にしようかなと思った瞬間に、はい、そうですね、大体思いつきで私行動することがすごい多いんですけど、もうタタタタタタと、あ、根本真子さんがイラストレーターやってらっしゃるじゃないですか、はい、でそれの、下積み時代を、はい、もうそのまま再現しようかなと思って3日ぐらいですね、はい、考えたんですよね、うん、どんなタイミングで根本真子さんにこのお話をしようかなと思ってで3日目ぐらいに、映画作るよと、作りませんかではなくて作るよって確か言いましたよね。そうですね、あのすいませんでした。もう本当姉さんはなんかね、思いつきっていうか直感でパッパッパッともすぐ行動されるので。そうです ね、あのたまにびっくりして、であの本当に、びっくりされている方多いんですけど、うん、ただあれですよね、まあ、あのどん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 行動していって、あのまあ、トライアンドエラーでダメだったらまたやり直すとか、うん、そういう性格なんで、うん、あのまあ、切り替えは早い方なんですけど、うん、まあ、そういうことがあって、あの今回あのイラストレーター根本真子、はい、あのまあね、小学校の教科書とか、まあ、いろいろ実績が増えてきましたので、まあ、はたまたこのイラストレーターで 何十万人っている中でどうやってそういうやってきたのかなっていうところを皆さんにあの興味深く面白く、うん、あの見ていただこうと思ったのがきっかけだったんですね。はい、で撮影がもう終わりましたね。終わりましたね。人生初です。あの私は映画のそういうお仕事、もともとそういう仕事ではないので、うん、あのただ動画を撮ったりっていうのは結構あったんですね、うん、結婚式場で全国回ってたんで、うん、まあ、あの沖縄からあの北はあの東北地方までですね、うん、まあ、そういう関係であの動画をその映画風に撮って音楽を入れて、うん、役者さんを集めたんですけど、はい、結構大変でしたね。モテに。そうですね。なんか100ぐらい大変なのかなと思ったら実際1800ぐらい大変でしたね。あの台本を作ってもらったじゃないですか、はい、題材を、はい、まあ、それで台本作るのにまず70ページぐらいかかるんですよね、うんうん、もうそれ作るのに1ヶ月かかって、もう作ってる最中はもう、ね、やるって決めてからもうひたすらやってたんですけど、うん、それが出来上がって、うん、あとは役者さんを募集して、はい、あのすでにもう決めていたので、うん、主役はこの方、あのこの役はこの方っていうのを決めてたんですね、それもまた大変でしたね。ねえ、大変でしたけど、でもね、もうすごく素敵な方々が集まってくださって、うん、そうなんですよ、ね、あの本当に根本真子のイラストが好きな方、ファンの方が集まりましたね、はい、本当にありがたいことです、はい、はい、あの中にはよく分からずにオーディションを受けてまあ、実際撮影現場に入って、うん、ものすごくあの他にはないちょっとアットホームさというか、うん、楽しさがあったというふうに実際言っていただいて、うん、あの私もそれはあの想像してなかったんですけど、うん、まあそれはそうですよね。僕はもともと監督業その厳しいビシビシやるような、ね、うん、あの世界の人間ではないので、うん、まあ、どちらかというと和気あいあいと仲良く、ね、うん、やっていくタイプなんで、
あの楽しかったんですけどね、うん、あの5日間かけて、はい、あの70分ぐらいの映画になるんですけど、うん、あのどうでした真子さんは、はい、5日間は撮影期間の間、はい、もうやっぱりその全くやっぱり初めてのことでもあったので、はい、まあ、この撮影が始まるまでやっぱドキドキと、まあ、ワクワクとあって、はい、で実際その日が来た時に、ね、なんかでも無我夢中っていうのもありましたね、はいはい、そういう時って全部終わると、うんうん、プツッと何かが切れてたりすごいもう疲弊しましたね、疲労がすごかったです。ちょっと何日かねあのぐったりはしてましたけども、そうですね、でもやっぱりその役者さん皆さんやっぱり一生懸命あのね演じてくださって、うん、もう本当にその情熱があの伝わってきて、で、まあ、実際ねその私のあの過去のねあの小さい時からの老いたちを綴ったものもあったので、うん、もう私自身は一人でこうねその覚悟が鮮やかに蘇って、うん、なんかこう嬉しいのと、なんかね結構その私の過去はあの暗い過去が多かったので、うん、なんかちょっとねあのすごく嬉しさ反面、ああこういう過去だったの、うん、だったんだよなっていうのを改めて思ったりして、まあ、でもねなんかすごくあのうるうるとなんかいい意味でその感動をしてましたね。よかったですね。はい、もう本当によかったです。多分こういうことを体験できることすら、うん、まあほとんどの方は できないというか、まあ、しないと思うんですけど、予算もかかるし、ね、ある程度時間とか、まあ、ゆとりがないとこういうのはね本当にできないので、うん、もう実質3ヶ月ぐらいこれに集中してましたもんね、私の方も、うん、で撮影終わってこれからちょっと今度は編集という形になるんですけど、はい、この今撮っている放映日はいつになるんですかね、はい、6月 ?7 月 ?6 月ですよね、そうですね、6月ですね、そうですよね、今日が12日なので、はい、はい、まあ今月ですね、次の、はい、次の週の日曜日になって、うんうん、で、編集して実際の、上映日といいますか、うん、これ YouTube で流すんですよ。はい。なので無料で見れます。うん。だからもう、全部、まあ、投資というかあれだったんですけど、はい、9月10日の10時から、出会いは奇跡の、うん、ドキュメンタリー風のノンフィクション映画。うん、ほぼというか、ほとんどもう脚色なし。うん、で、実際のその生い立ちをですね、はい、楽しんでいただきたいと思っておりますので、うん、楽しみですね。そうですね、うん、なんかもうこのね、映画を作るっていう話を蓮さんからいただいた時は内心やっぱりね、自分の過去をさらけ出すのは思い出したくないことがたくさんやっぱりあるので、うん、思い出したくないこともあるし、そのかっこいい人生を歩んできたわけではないので、うん、なんかその過去をねさらけ出すのはすごくなんか嫌だなというか、うん、ちょっとね複雑な思いもあったんですけれども、なんかそういう私と同じようなちょっとね、はい、あまり共感できる感じ、そうですね、楽しくないちょっとね、どちらかというとやっぱ暗い人生をこう歩まれてきた方だったり、今実際ちょっとね、うん、人生にちょっと迷ってる方だとかに見ていただいて、うん、なんかね少しでもなんかこう、あ、そうだ、私一人じゃないんだ、こういう人もいたんだ、うん、いるんだ、でもなんかね前向きにくじけそうになっても、ちょっともうちょっと頑張ってみようかなみたいな感じで、なんか少しでもね励みになるようになるような作品になればなと思って、はい、作っているので、そういう方たちにもなんかぜひ見ていただけたらなと思っております。まとまりますね、今ね、はい、そうなんですよ、結局皆さんやっぱりそういう方はね、まあ、まあまあ多いと思うので、はい、まあ、共感できると思います、ね、ご自分に共感して、うん、
あ、大丈夫なんだって思っていただいて、うん、あの明るい未来に向かって夢や目標をもう一回仕切り直してみようと思っていただくことが、はい、あの過去ね、ちょっとあのさらけ出した部分の、はい、あとそのなんていうの、あの喜びに多分つながると思うので、そうですね、なんかね、本当一人でも多くの方にあの笑顔とか勇気だとかを届けられる作品になったらなと思っています。そうですね、はい、まあ、実際福岡から下積み時代長く会って上京されたのが、何年ですか、2018年、8年前なので、そうですね、2018年ですよね、うん、まあ、それからいろいろガラッとまた実績が増えたりしてきたので、うん、まあ、そこの部分はね、まあ、いいんですけど、その過去にどういうことがあったのか、なぜ上京しようとしたのかとか、上京してどうなったのかっていうところをですね、皆さんに見ていただければ面白いのではないかなと思います。で、見方も多分3通りぐらいの見方があると思うんですよね、うん、だからそれもちょっと結構奥が深いのではないかなと思っているので、うん、見方を変えればですね、まあ、単純にこういうね、やっぱりこう可愛いイラストがどうやって生まれたんだろうって、まあ、最初からこういうのが生まれるわけではないんでですね、小さい時から、まあ、その過程とか、どうやったらこういう温かいイラストが描けるようになったのかとか、そういうところを考えながら見ると、あ、なるほどって多分ね、思うかもしれません。で、私たちがこの、みんな大好きとか幸せなかくれんぼとか、そういうのを出版させて、まあ、いただいてですね、なるほどって、こういう風にして人生を歩んできたのかという風にね、特に若い方、お子様、あとお子様のいらっしゃるお母様方も感じていただければいいかなと思います、うん、あと音楽の方もですね、うん、実は全部オリジナルで、全部オリジナルでしたっけ。そうですね、ですよね、ですよね、はい、はい、オリジナルなので、その辺もお楽しみにしていただければと思っておりますので、で、この映画のサントラ版というものも、うん、映画の公開の後にですね、ちょっと完成できる予定で今動いておりますので、うん、楽しみですね、楽しみですね、うん、そうですね、はい、で、あとは何かありますか、皆さんに伝えたいこととか。そうですね、なんかさっきちょっと、うん、はい、言いましたけど、やっぱりさっきあれですね、はい、皆さんに夢を与えたい。そうですね、はい、まあ、この作品を通してね、なんかやっぱり笑顔だったり勇気だったり、はい、届けることができたらなと思ってるので、なんかぜひね、無料の YouTube なので、うん、なんか見ていただきたいなと思いますね。そうです ね、 ね、はい、うん、またその後がどうなるかというのはね、ご覧になった時にね、うん、あ、そっか、ひょっとしたらサプライズがあるかもしれない、ね、サプライズがあるんですよね、うん、きっと多分あるような気がしますね、サプライズ大好きですからね、うん、うん、本当なんかもう役者さんの皆さんね、そうそう、本当にこの、映画を作るって言って集まってくださって、うん、なんかもうそれも本当になんか奇跡の出会いだと思うんですよ。そうですね、ね、で本当に素敵な方々が集まってくださって、一生懸命ね、心を込めて演じてくださってるので、うん、集まりましたね、本当集まりました。35名ぐらいでしたね、うんうん、で5日間のその撮影の合間にちょっと私の方の講話と研修会というのも、そこにまた20人ぐらい集まっていただいて、ね、びっくりしましたね、ね、うん、本当に素敵な方々が、うん、心の温かい方々が集まってくださって、うん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 、本当にもうそれも宝ですね、宝ですね、はい、もう心置きなく残りの人生を歩めますね、うん、そうですね、ねえ、またその、はい、皆さんに勇気をもういただいたので、もうパワーをねたくさんいただいたので、またそれをね、うん、多くの方に何かお返しができたらなと思っています。そうですね、うん、今ちょっと横に長まあ、表示されてると思うんですけど、この出会いは奇跡っていうのは、どんな時も自分の力を信じて夢や希望を諦めないで、
子供から大人まで全ての人に送るノンフィクション映画ということで、あるんですけど、大人気のメッセージ絵本幸せのかくれんぼを出した福岡県宗像市出身のですねイラストレーター根本真子の下積み時代をそのまま再現したイラストと織りなすハートフルムービーで、こちらの方なんですけど、実は公演がですね、公演してくださったいろいろあるんですよね。福岡の宗像っていうところ出身なんですけど、はいはい、私がね宗像出身なので、そうですね、またこの宗像市役所、はい、うん、あと宗像市の教育委員会、うん、あと北海道の北海道教育大学の旭川校、まあ他、まあ、いろんな会社様がですね講演をしてくださることになりまして、本当ありがたいと思っておりますね。はい、本当に嬉しいですね。そうですね、うん、あとは宗像沖ノ島と関連遺産群というのが、うん、文化遺産に、10年ぐらい前でしたっけなったんですけど、何年前でしたかね。5年ぐらい前ですよね、はいはい、こちらの方もちょっとですね一部映像を使用してもいいですよというご協力をいただいたりしたので、そうですね、はい、映画のそのシーンの中にも出てくるんですけど、うんうん、ね、私たちがねちょっとね世界遺産になる寸前に宗像とその世界遺産登録を盛り上げようということで、ちょっとか、ね、ポストカードをね制作して、ちょっとプレゼントさせていただきたい、させていただいたんですけども、ね、その時のご縁がありまして、そうですね、皆さんに応援いただいて、うんうん、こういうところも本当ありがたいですね、うん、ありがたかったです、うん、はい、まあ本当ね、ライブのシーンがあったりして、うん、まあ、本当いろんな楽しかったですね、うん、音楽あり笑いあり、まあ、怒涛の5日間でしたけど、うん、ここにねこのポストカードで出会いは奇跡の あるんですけど、これ多分まこさんの方からお話しした方がいいですね。ここちょっといい言葉が書いてますよ、この上の、はい、ここじゃあここちょっと読ませていただきますね、はい、私がちょっと思い出で書かせた文章、書かせていただいた文章なんですけれども、はい、小さい頃から夢があってそれに向かって頑張れるって素敵。でも夢は必ずなくてもいい。夢がないからと嘆くよりも、生きていると辛いことにぶつかります。どんな時もありのままの自分を受け入れ、自分の力を信じること。ゆっくりでいい。時には立ち止まっても寄り道したっていい。奇跡は諦めずに進み続ける道の途中で待っています。いくつもの小さな奇跡を見逃さないように、うん、この作品があなたの心に小さな花を咲かすことができますようにということで、ちょっとね書かせていただいたんですけれども、いいですねなんかね奇跡ってなんかすごくなんかこうありえない、うん、なんかまあ例えば宝くじに当たるだとか、うん、なんかもう想像もつかないこと、ありえない現象がなんか奇跡って、うん、なんか皆さんっていうか多くの方ね、うん、思ってる方も、まあ、私もそうだったんですけども、でもなんか奇跡って本当になんかこうコツンとこう歩いて人生を歩んでいる中で、あ、気がつけばこれも奇跡だった、これも奇跡だったと思うんですよね。あ、そうなんですよね、うん、結構奇跡ってたくさんあるんですよね。そう星の数以上にあると思いますよ、うん、今ねこうやって収録してる間もですね、うんうん、いろんな奇跡がもうあるんですよね、うんうんうん、ね、本当のタイトルも出会いは奇跡にしてますけど、そうですね、一人一人のね、一つ一つの出会いも奇跡だし、うん、こうしてね平凡に過ごしていることも奇跡だし、うん、なんかそうやって意識することで、うん、なんか本当に毎日奇跡だらけやんみたいなですね、はい、奇跡っていうのは程遠いものではなくて、本当、うん、そのあたりに、うん、あらちょっと待って、僕レン君だよ。あら、レン君いらっしゃい。あハロー、こんにちは、うん、はい、いきなり来たけびっくりした。いきなり来たびっくりした。これも奇跡ですよね。だから
あのどこにでもあるのが奇跡と、うんうんうん、だけどそれに気づかないのも奇跡と、うんうん、そっか、気づかないのも奇跡なんですか、ね、そうですね、まあたくさんあるんです、まあ要はですね、なんで何しに来たの、何しに来たの、告知に来たの、告知、告知、何の告知、いいよ告知して、出会いは奇跡、見てねありがとう、 ありがとうね、すごいね、レン君も宣伝してくれて、あすごいですね、うん、もう一人いるじゃないですか、で、あのレン君は、レン君もう一人おるかな、うん、出会いは奇跡の、あら、ちょっとこんにちは、あら、また違うレン君が来ましたね、僕ちょっと恥ずかしいな、恥ずかしいの、うん、でも出たいかな、あかわいい出会いは奇跡にレン君が出てきましたよ、はい、映画でもレン君出てくるんですかね、映画ではそれは言えません、うん、じゃあちょっとそこも楽しみに見ていただきたい、ね、そうですね、これ雨粒のレン君っていうのは、うん、本当生まれたのが2年ぐらい前でしたよね、そうで、3年前ぐらいですね、3年前ですかね、うんうん、いつも間違えますね、まあまあいいこの幸せなくくれんぼの中にも実はレン君がいるんですよ、うん、でレン君って実はですね、ものすごく本当は感受性が強くて悲しんで、ね、ある人間の感情から生まれた生物なんですよね、うん、そうなんですね、そうなんです、これはもう幸せのかくれんぼを手に取ったこと方だけが分かるんです、うん、そっかそっか、ぜひじゃあこの幸せのかくれんぼも手に取っていただいて、そうですね、いやそうですよね、蓮くんの誕生のお話はゼロの試合じゃなかったですか、でしたっけ幸せのかくれんぼにはパート2っていうのがあるんですけど、はい、出てるけど、はい、はい、デルナシアの方にレン君の謎が書かれてます、ね、パート2ですね、はい、パート2の方、はい、皆さん今ちょっとびっくりされたかと思うんですけど、うん、ひらがなで幸せのかくれんぼというのをアマゾンで検索していただけますか、うん、購入されなくても大丈夫です、うん、口コミレビューを見ていただければものすごいたくさんのレビューが来てちょっとびっくりしたんですけど、すごく嬉しいレビューがものすごいたくさん多いんです、うん、もうそこだけ見ていただければ、うん、でちょっと余裕のある方はですね、うん、ポチッと買い物カゴに入れていただいてあとはクレジットカードでも何でもお買い求めはできるんですけど、うん、本当レビューを見る分はお金かかんないんで、うん、まずは幸せのかくれんぼ、はい、これをアマゾンで検索して、うん、ちょっとご覧になっていただければ、レン君、はい、もう時間があと30秒しかないよ、あ30秒しかないんだ、うん、うん、みんなに会えて本当に嬉しいよ、よかったね、幸せのかくれんぼとか映画もぜひぜひね見てもらいたいです、よかったですね、うん、じゃあちょっとねこれから順番に出会いは奇跡に出ていただいた方々の対談を、まあ、次の週からですね、配信していくことになるかと思いますので、どうぞ本当によろしくお願いします。はい、皆さん、楽しみにしててください。はい、皆さん長いね間時間聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。それこそまた奇跡ですね。そうですね。ありがとうございます。はい、今日もありがとうございます。バイバイ。はい、また来週。さよなら。はい。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡、愛することを教えてくれた、ありのままで大丈夫だよ、二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、流れ星に誓うよ明日を信じ、
時もそばにいる。嬉しい時笑顔の数が溢れるよね、空にたくさん。悲しい時涙の数を分け合ったね、希望に変えて。二人で聞く雨音しずく一つ、歩いて行こうよ手をつなぎ、虹の空に誓うよ夢を抱き、どんな時も信じてる。闇が